32枚目シングルのセンターを2人で務めさせていただくんですけども、まあ、結構節目のシングルというか、うん、なんかこうね、こう また新体制になって頑張らなきゃいけないシングルなので、そのタイミングでやっぱ真ん中にねこうやって3期生2人で立たせていただくということにすごく意味があると思うので、皆さんにも楽しみに待っていただけていたら嬉しいなと思います。支えてください、よろしくお願いします。はい、うん、そして久保。はい、そうですね、私はもう3期生としてやってきて6年半ぐらいになるんですけど、うん、初めて兄弟曲のセンターに立たせていただくっていうことで、うん、なんだろうな、すごく、うん、びっくりもしたし、うん、だけど本当に山下が言った通り、その先輩方のいない3期生が一番上の、うん、その木になって出す初めてのシングルっていうこともあって、すごくなんだろうな、本当に頑張んなきゃいけないな、どのポジションでもっていうふうに思ってたタイミングだったので、うん、なんかそのタイミングでなんだろう、まだまだ3期生にこうグループの中でまだまだ3期生にやるべきことがあるっていうのを、うん、なんかこうっていうメッセージだと思って受け取ったので、うん、とにかくこう後輩たちを守りながら、で後輩たちと一緒にもう全員で、うん、なんかすごく新しい乃木坂も受け入れていただけるような、うん、そんな期間にね、隣にいてくれるので、うん、はい、うん、頑張って。もうお前はね横にいたけど、あーやだ二の腕震え